はい、皆さんこんにちは、こんばんは、まひです。井上雅宏です。今日ですね、まあちょっとこのスカイサーファーってキャラ引いてから、まあ、ずっと育ててなかったんで、まあ、このキャラね育てて、まあ、軽くちょっとね使ってこうかなと思います。で、まあ、まだ育てる前なんで、まあ、こういう感じなんですけれども、まあ、これから作っていこうと思います。いつもね配信でガチャしたりとかしてるんですけれども、まあ、やっぱり今回はちょっと育成動画ということで、まあ、この動画でちょっとねやらせていただけたらなというふうに思ってます。でこのキャラクターね、まずねアリーナで味方の速度が 33% 上がるっていうので、まあ、速度リーダーで最強の速度リーダーなんじゃないかなというところで、で僕もねこの辺まだね全然使ってみた使用感が分かんないんで、まあ、この辺をねちょっとねしっかり使っていこうかなと思います。じゃあ育てます。これで覚醒させちゃってチートアイテムで覚醒させちゃって、オリバーで、これで進化をマックスか。これで60にしたいな。この辺めっちゃ早送りしてんだろうな。とりあえずレベルマックスの覚醒。いやー時間かかった。全然かかってないんだけど、いや時間かかった。はい、じゃあこっからちょっとねルームをつけていこうと思います。まずアーティファクトだな。もうちょっとゴミみたいなアーティファクトしか持ってないから、もうそこはちょっと申し訳ないんだけど、暴走つけときゃいいみたいなところあるか。スキル1で計10倍取り、再使用一発飛ばして成功すると自分のスキル短縮、まあ、速度だよな。暴走で速度が速い系、うん、うん、これとかつけとく？とりあえず18だけど、うん、まあ石か、とりあえず石つけとけいいみたいなとこある。石少な、やっぱねこうねルーン1ってるの配信向きじゃないのってやっぱわかるね。もうずっと俺無言で気づいたらやってるもん。はい、とりあえず、作りましょう。マジでとりあえずな感じだね。まあ弱いな、弱いけど、まあちょっとこんなんで使用感確かめていけたらなと思います。まあちょっとねこうワールドアリーナ勉強していこうかなというふうにやっぱ思うので、久々にやっぱ初心に帰っちゃってるんで、うん、まあここでね出していくのがやっぱこのオリバーですよね、まあ、ネフティス、はい、とりあえずこのダブル速度リーダーやっぱオリバーだからやっぱね剥がしたいん。あ、死んだ、やべえ、ちょっと待って、ワールドアリーナ用のルーンはい、ちょっととりあえずオリバーね作り直しました。もうワールドアリーナ用にね、まあ、ちょっとルーまた変わっちゃったんですけれども、こんな感じでいきたいと思います。オリバーとネフティスということで、まあちょっとね速度リーダーダブルピックね。ちょっと何パッシブ、なんかすんごい能力だな、これ。免疫と、免疫なんかちょっと定期的に当たるみたいな感じなのかな。さあ、カミラとジュノが出てきた。とりあえず、ジャガー。で、サルサルと。ドラゲナイコンビでいく？ドラゲナイコンビで。ドラゲナイ。ちょっとこいつやばいな、多分。こいつ多分やばいんだよね。やっぱこう、免疫やですね。お、使えるじゃん、オリバー。とりあえずね、上から叩いていこう。まあ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 、剣バフでしょ、これ。で、オリバーくん？いや、こっち使うか。なんか、合ってた。猿から行こう。猿から行こう。オリバー？オリバー生きて。
さあ寝ていく。さあみんな寝てるよ、みんな寝てるよ、大丈夫か。さあジャガ君、ジャガ君反撃、反撃ジャガー、今宵のジャガーは反撃、反撃しない。おっとみんなここで起きてくる。さあじゃあもう一回撃つ。お、これちょっと縦割り入れてみるか。縦割り入る？縦割り入らない。ちょっと待って、これメガインパルス。なんかこれ使ってみよう。どう？おお、強くないか？攻撃ゲージ下げて。おお、なんか何でもできる感じだね。よし、まずここをもらっちゃいたい。ちょ、これジュノの回復入っちゃうな。回復不能が入ってたから回復しなかった。ナイス。あーオリバー。いやただここで正義執行のダメージがどんどん上がってく。このドラゴンナイト2体の火力が上がってくよ。重能からやります。よし、正義執行してくよ。正義、おお、ダメージ。さあ反撃よっ、通せ、落ちない。さあ呪能がちょっと回復してくる。よし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 、正義、オッケー。いやジャガーってなってるけど、オリバーが活躍したかどうかがわからないけど、いやまあでもオリバー、いや速度リーダーっていうのはやっぱでかいよね。さあミッキーさんよろしくお願いします。まあじゃあちょっとオリバーをファーストピックしていこうかな。うん、やっぱねだんだんこうやってるうちに自分のワールドアリーナのね型をねだんだんとこう見つけていきたいよね。まあバステト使ってるやつなんでもう多分ね旧世代の兵器すぎて、さっきのなんかあの風属性のあの免疫剣爆のやつめっちゃ強かったからあいつ使いたいな。俺も旧世代の兵器しか知らないんだけど、もうとりあえずルシンしとけばいいんじゃないかっていう、このあれない、そんなことない。バステとバンされそうな気がちょっとひしひしと伝わってくるんで、まあちょっとねネフティス残るということで10のバーンしときましょうかね。ちょっとこれ相手非属性2体いるからオリバーやばいんじゃないか。さあ速度負けてく。おっと免疫ガチガチに免疫貼られてく。ちょっとやばいぞこれ、何もできない。もじもじしてる時間帯ができちゃう。なんだ今の防御虫技は、やばいぞ。耐えろ耐えろ。防却なんてつけれんの。くっそー。いやちょっと待って、やっぱねルシェンじゃないの、もう今の時代ルシェンじゃないんだよ。もうてか、まあ速度リーダーてかダブルでケージアップしてない俺が悪いんだよね。いやでもせっかく 33% 速度リーダーいるんだからルシンしたいっていう気持ちもあるよね。どうこれ、もう超昔みたいな感じになってるけど。いやルシエンだ。いやちょっとオリバーバーンされちゃいましたね。オリバーバーンされた、速度 33% リーダーやっぱ脅威なんだな。ちょっとねもう私分かりました、何も考えずに上から行く、もん何も考えずに上から行く、もうこれラストにします。さあ
果たしていけるのかどうか、何も考えずにね、さあお祈り、相手が動くな動くな、アンタレス動くな、アンタレス動くな、よし。いや待って、これ超大事じゃない、これ。いやこれ一番左のやつだろ、これ。とりあえず再使用時間増加。ん？お？ちょっと待って、一体持っていく、しかも沈黙で動けない、相手沈黙で動けない、これミスもあるから攻撃全然上がらない。そう、インパルスガン、インパルスガンで再使用時間増加。はいはい、相手のアンタレスかわいそうなぐらい何も動かない、相手のアンタレス何にも動かないじゃん。あ、ようやく動いた、今動いた、ああやっと動いた、うん、はい、いややっぱ上からだな、うん、はい。まあ、てことでちょっとね、まあ、オリバー使ってみたんですけど、まあ今の環境でちょっと合ってるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、もうちょっとね、誰かね、ワールドアリーナの師匠をちょっとまた誰かに教えてもらいながら、自分なりにもねやっていこうかなというふうに思います。まあ今日ちょっとオリバー使ってみました。またちょっと違うキャラ育ててね、なんかすごい強いキャラに出会えたんで、またちょっとそのキャラもねちょっと作ってみたいなというふうに思いますんで、またちょっとワールドアリーナやっていこうと思います。それで終わります。またね。